地獄温泉は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村火曜にある温泉。温泉名の由来は、温泉の裏山に火山ガス噴出による草木の生えていない場所が存在することによる。地獄温泉、柴田旅館現在は、西風層一軒のみから成り立っており、隣の樽玉温泉山口旅館もさほど離れていない場所に立地しているものの、 源泉が異なるため別の温泉として扱われている。以前は国民宿舎南阿蘇も存在したが2008年2月末に閉館した。また、柴田旅館も存在したが2013年に閉館している。柴田旅館は内を持たずすぐ向かいの西風層の湯を使う形態の当時宿であった。宿は山の中に孤立、散在している形となっていた。 なお、西風層と山口旅館は宿泊者を対象に、温泉の相互利用を認めているため、宿泊旅館のフロントで入浴券を入手することにより、双方のすべての浴場を巡ることができる。東温泉の現在唯一の旅館である西風層には多くの浴場があり、湯巡りができる。源泉は裏山の地獄地帯から引沸しているが、露天風呂のすめの湯だけは、 湯船の底から源泉が足元を輸出している。2016年の熊本地震で多くの建物が被災し、営業再開時には姿が変わることが予想されるが、ここでは被災前の浴場を記す。内湯露天風呂鈴めの湯地獄温泉、金流の滝江戸時代は、熊本細川藩の藩士しか入浴が許されていなかったという格式を誇る。また、 入浴が許された、半紙も縦脇を義務付けられるなど、数々の掟があった。西風層の本館玄関には、当時の掟書きが展示されている。1998年の台風7号では、西風層の本館は目立った被害がなかったが、別館の屋根に大きな被害を受け、別館は翌年に改築された。2002年の FIFA ワールドカップ。 日韓大会の際は、熊本市で大会前のキャンプを行っていた、サッカーベルギー代表チーム一行が、東温泉に入浴した。2016年の熊本地震では、建物の崩壊などはなかったが、温泉に通じる国道325号麻生大橋が、崩落し通行できなくなるなどしたため、宿泊者や関係者は自衛隊のヘリコプターで救出された。それ以来、 旅館は閉鎖された。その後、同年6月に大規模な土砂災害が発生し、ほとんどの建物に被害が出た。建物は、本館の玄関部分以外は、全面的に改築、改装し2020年の営業再開を目指しているが、それに先立ち2019年4月に、スズメの湯が、日帰り温泉として再開した。明治以降、一般庶民に開放された、地獄温泉は、 庶民の杜氏場として発展する。現在でも政府層には、一般旅館部とは別に安価で素泊まり宿泊できる自炊設備を完備した簡素な部屋が存在する。近年までは、旅館敷地内に杜氏客のための食品や日用品を販売する売店が営業を続けていたが、経営者の高齢化により廃業してしまい、自動販売機コーナーになってしまった。また、 テレビ等で紹介されたこともあり、一般観光客が増加して、一般客室を増やすために、当時客用の部屋は減った。熊本自身で、ほぼ全面的に改築することになり、当時部は存続しなくなると思われる。ありがとうございます。